今日は岩井島の朝日を見に行きたいと思います。まだ真っ暗です。夜はまだ明けてません。棚田を見て、棚田朝日をね拝みたいなと思います。まあ今日絶対天気いいからね、楽しめると思います。ちょっとずつ外が青くなっています。おはようございます。おはようございます。じゃあ、いや全然釣るとかじゃなくて、今日取れました？取れんすか？あ、メバルかかってました。一人で来ました。今日は棚田まで歩いて朝日見ようかなと思って、また多分会うと思って1時間後くらいに。怖っ、これは怖い。わからん。おお、来航。おぉ、いい。ちょっと灯ってるくらいかな。やっぱ離れないんじゃない、バランスが悪いな。よし、ありがとうございます。よいしょ。あ、こんにちは。今日の漁終わりですか？どうぞ、今日終わり。あ、お疲れ様です。あ、棚田が分かんなくて迷って墓の方行っちゃって、墓の方行ったよ。東京から来ました。本当？東京からだけど島を回ってて写真撮ったりとか、そうですね、動画作ったりとかしてます。写真集というか、まあそうですね、写真集も出したいですね。え、お金にはなる、今はなってないですね。やっぱせっかくね、ここ来たなら、まあ、長くいたいから。長くいたい。そう、1週間ほどはいたいなと思ってて。ここへ。はい。これご飯どうしよう。ご飯は昨日が買ったやつで食べました。昼だけなんかご飯をしなきゃいですか。ちょっと手伝ってご飯はちょっと。食べてくれたら助かるね、本当。助かりますね。ひじきやってる人に会うのが一番。ご飯の可能性ありますか？ひじきやってる人のが一番。ああ、巻き割りさせてくれんならもう何本でも切りますよ。おったかね、外国人がやりよったかね。巻き割りをね。あ、そうなんですか。500円で飯を食わせてもらって。じゃけ刑務所よりはあり。島出身の人と食べたいですね、一回は。ご飯を自分が作るでもいいから。島出身の人怖くくないね、みんな。そうなんですよね、多分。よさまなめなから怖くくれん。今日もばっかりや、おなごか男かいやて。あ、おなごだったら、僕が若い女の子だったらいい。どうですか？そらいいよ、父さん。なかなか難しいですね。あれね、おらんな。若いのおらんのやけ。住居はここ？住居というか住まい。住まいはここは仕事場の家がある。で、別によそに家がある。あ、そうなんですか。パチンコの目の前や。ここはもう。あ、パチンコによく行くんですか？一個いね、目の前じゃけ。そんなあったらね。わかる、パチンコ狭。まあ、しないですね。せる余裕がないな。まあ、そうですね。じゃあ、写真撮って展示会とかそういう開きゃ結構人間も集まる。そうですね。あ、来てくださいね。いかいね。どこ東京行こう。じゃあ、広島だったら。いかんいかん。興味ない。ゆ
村でまだ解剖世帯分があちらの人間の解剖やる展示会で出た。あの時行ったことはあるね。一番好きなところは？好きなとこ？うん。自分の家。あ、そっか。岩井島だと？岩井島？うん。岩井島眼中にない。眼中にない。じゃあお母さんの趣味は？趣味はないね。え、ないですか？趣味はパチンコよ。あ、パチンコか。パチンコ。一番当たっていくらですか？ん？いくらあの勝ちました？ふたんびに負けるってことはない。へぇー。あ、じゃあお母さんといれば、あれか、パチンコ上手くなるのか。じゃあ所持金は5,000。おっさんがね、1万円やるっていうのがパチンコ制って。うん。ね、うん。1万円はいらんけど、5000円でいい。このメバル一匹は何個するともう嫌ないです。嫌ないですか？うん、500円くらいでいい。おー、よしとね、500円。そう、まあ一応寮の手伝いしたことあるんで、うん、大まかな値段は知ってます。あー、かわいいね、猫ちゃん。猫ちゃん、こっち向いて。あ、向いた、向いた。はい、お母ちゃん、こっち向いて。向いてくれた、向いてくれた。猫ちゃん、はなちゃん、ほらね、笑う、ほら。お、でかっ。え、これ、これいいですか？え、ありがとうございます。これメバルか。え、巻いて食べるの。おぉ、メバルだけ。マジっすか？よかったね。マジっすか？ありがとうございます。隣の方だと1000円。1000円ですか？あの、今中入れちゃうだろ。はいはいはい。あれが550円ぐらい。600円安い。マジっすか？そう、でかい。このメバル初めて見た。こんなでかいの見たことない。バーナー持ってるんだろ。バーナー持ってます。まだ、あ、でもなんかせっかくやから、そのどっか一緒に食べてくれる人というか、あ、うん、探してみて。おー、なんかそれ。カメラです。あ、使ってます。いや、いいですよ。ダン。お父さん撮って。ダン。ありがとうございます。はい。おお。元気なのね。はい、またありがとうございます。はい、また来た時によろしくお願いします。